はい、どうも皆さん、やってまいりました、森ちんです。今回も MHFZ の動画撮っていこうと思います。さあ、今回はですね、やっと来ました。もういつぶり、半年とかそんぐらいぶりですかね。こちらのイベテン武器のね、生産素材が取れるクエスト来ました。いやー、もう本当に久しぶり。実はなんか復帰両断クエの方にこのクエストはあったらしいんですが、まあその復帰両断クエはね、初心者マークついてないとダメっていうのもあるし、まあ始めたばっかりの方はこんなクエストいけるわけもないのでね、仮にもやっぱ GR200 の定位の星1ですからね、始めたばっかの人はなかなか厳しいのかなっていうことでね、まあこちらね、取れるということで、まあレギーナとかあの辺ですよ。もうようやくですね、ようやく、もうみんな言ってた、もうみんなずっと言ってた、やっと来ました。早速じゃあ行きましょう。はい、イベントの武器4つあるんですけども、取れる素材とモンスターはですね、エスビナスで体験が取れて、で次に大名つどみでハンマーが取れて、ヒプノックで、太刀が取れて、フルフルで弓っていう感じとなっております。そして、エスビナスで取れる体験の、強化素材の方は、これ大名つどみです。そして、大名つどみで取れる、天ハンマーの方はフルフルで強化っていう感じで、次ヒプノックで取れる太刀はこれはエスピナスで強化、そして、フルフルは、フルフルで取れる弓は、こちらはヒプノックで強化っていう感じなんで、こいつに行く、こういう何、フルフルから取れるからといってこの弓はフルフルで強化するわけではないのでね、そこはね、お間違えないようによろしくお願いします。これがまたややこしくするんだよな。まあ、てなわけでね、早速一つずつやっていこうと思いますけれども、じゃあ上からね、エスピナス行こうと思います。はい、ということでこんな感じですね。一定ダメージ与えるっていうクエなので、まああと角破壊でね、サブタゲもあるんですけれども、サブタゲはなるべくこなした方がいいです。まあそれはね、ちょっと報酬見たらわかるんですけれども、まあ早速じゃあ報酬見に行きましょう。はい、こちらですね、異質な黒鱗、まあ黒鱗かな、あ、こちらですけれども、これがですね、生産に10枚必要なので、サブタゲでをクリアしていればもう1枚で出てきますんでね、ちゃんとサブクリはした方がいいです。まあ多分発達部位になってるのかなって思うんですが、まあ大体、まあ一定ダメージなんで壊れる前に一定ダメージ与えちゃう場合が多いんですけども、まあとりあえずね、一応まあそういう感じなので覚えておいてください。じゃあ次は、大名ザザミ行きましょう。はい、ということで天意ザザミも OK ですね。こいつもまあ爪なんで、まあ爪はまあ発達部位ですね。あとそれからこいつは宿の破壊もあるんで、あ、ってことは宿破壊でもしかしたらサブタゲでなんかレア素材とか出てくれたり、ちょっとそれは皆さんご自分の目で確認いただけたら、僕もちょっと後で見てみようと思います。はい、なんですけども、まあとりあえずサブタゲ2つこちらはありますんでね、まあ有効活用してみるといいんじゃないかな。うん、多分有効活用できると思います。じゃあ報酬見ましょう。はい、こちらは、変異した口角ということでね、こちらでございますので、こちらも10個必要ですのでね、まあそれはね、後で見ようと思うんですけども、じゃあ次は、ヒプノックいきましょう。はい、ということでヒプノックもいけたんですけど、ちょっと壊せないな、頑張んないと。もうちょっと多分いけると思うんだよな。あー、でもどうだろう、終わってからじゃダメなのかな。なんか前にもこの話をしたような気がするけど、一応、ヒプノックもくちばしの破壊ですのでね、なんとかできる方はやってみてください。ダメだ、あいつやらせてくんね、チキショウ。ちょっとじゃあ報酬見ましょうか。はい、こちら、シレナ鉱石ということでね、こちらですのでね、こちらもまた10個必要ですので、なんとかサブクリでね、回数半減するように頑張ってみてください。最後にじゃあフルフルいきましょう。はい、ということでできました。フルフルも OK でございます。ようやくね、こちらのフルフルのやつがなんとかできたので、あ、ちょっと待って、これやばいんじゃないか。いや、ちょっと今回雷をね、対策しなかったんで一発食らっちゃったんだけど、あ、ほら大丈夫。あ、でもすげえ体力減るんだねこれね。すごい、クエストクリア状態だとダメージ食らわないがいつものモンハンだったけど、これ食らうんですね。なんかもう久々すぎてフルフルとか何ヶ月ぶりだってなわけで、じゃあ報酬見ましょうかね。はい、こちら、堅固な巨大骨ということでね、出たんですけれども、はい、サブの方乗りました。そして、大劇場の守りもね、しっかり乗ってくれるみたいなのでね、これ増えてますんで、これ1回で僕3個出たんでね、こんな感じでね、なんとか頑張ってサブ中心でね、こなせるようにした方がトータルで見ると多分ね、時間は本当に短くなるかなと思います。それじゃあ生産画面の方行きましょうかね。はい、転移武器の体験のところの
レギーナウノありましたね。こちらでございます。こちらがね、まあ、10個必要なんで、これまあやっぱさっきのやつを10回、まあ普通にやって10回、もしくはサブもしっかりやって5回みたいな感じでねやんなきゃいけないんで、結構時間はかかります。結構時間はかかるので、まあちょっとねなかなか大変ではあるんですけども、じゃあ続いてタチの方が、こちらですね、こちらでございます。まあこれもまた10個、シレナ鉱石10個ですのでね、お間違いないよう。そしてハンマーの方は、ね、こちらも10個、はい、ということで、そして、弓ですね、ビッツボーン、こちらも10個で、お間違いないようにしてほしいのが、本当に、体験の強化が、天意ザザミ強化ですね、体験の強化が天意ザザミで、でタッチの強化が、天意ナス、天意エスピナス、そして、ハンマーの方が天意フルフル、そして弓が、ヒップノック、天意ヒップノックでございますので、お間違いないようよろしくお願いします。まあ天意ヒップノックが一番多分逆襲ヒップノック系統をね回ったついででね強化しやすいかなって思うので、一番今の環境的には作りやすいのかなと思うんですけれども、まあその他いろいろ本当にね大変な部分あると思いますので、フルフルのやつは胃袋だったかちょっと分かんないんですけど、ザザミは確か兄弟流頭角使ったような気もする。あーちょっとなんかすごい、まあでもねどれもこれもねそのレアの部位破壊がすごく大変なので、本当にね強化するとき頑張ってください。僕も大変だったんですけども、皆さんしっかりと頑張りましょうということでね、こちらの天意イベのイベ転移武器のね、イベントがまた復活したよってことでね、皆さん頑張りましょうということで、今回こんな感じでご視聴ありがとうございました。YouTube のチャンネル登録、それから Twitter のフォロー等々待ってますので、よろしくお願いします。グッドボタンもよろしく。それでは次の動画でお会いしましょう。グッドバイ。バイバイ。